第一種重量狩料免除第一種重量狩料免除狩料免許とは、狩料をしようとする者が受けなければならない免許である。都道府県知事が狩料免除を交付して免許を行う。狩料免許を取得できたからといって自由に狩料できるわけではない。網や罠の場合は販売店などで購入するだけで良いが、銃の場合は、 公安委員会の厳格な手続きを経て、所持許可を得る必要がある。そして、実際に狩猟するときは、領具、猟器、狩猟する場所に応じて狩猟者登録を行わなければならない。2020年時点で、狩猟免許取得者は約20万人であるが、狩猟者登録をした者は約14万人であるなど、ペーパーハンター状態の取得者が多数存在する。狩猟免許は、 両方の種類に応じて4種類に区分される。2002年、鳥獣保護及び狩猟に関する法律から、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律への全面改正により、明日とも大幅に変更された。法定両方以外の両方は狩猟免許の対象ではない。具体的には、素手での捕獲、高刈り、スリングショットなどが該当する。20歳以上の者の。 ただし、狩猟免許を取り消され、その後3年間を経過していないものや、精神分裂病、相うつ病、転換にかかっているもの、知的障害または麻薬、大麻、アヘンまたは覚醒剤の中毒者、その他自分の行為の是非を判別して行動する、能力が欠如または著しく低いもの、20歳に満たないものに達するものはか、受験しようとする。 各都道府県に住所を有しない者は受験資格がない。各都道府県によって試験日が違うが、年1から8回行われる。ただし、当期の試験は、網量免許または罠量免許限定の場合が多い。受験料は区分につき5200円は3900円。資料免許試験は、次の各事項について行う。 狩猟についての必要な適正狩猟についての必要な知識狩猟についての必要な技能狩猟免許の取得後、狩猟を行うには、毎年その行為を行う場所が属する都道府県への狩猟税と交付手数料を納付して狩猟者登録を行い、狩猟者登録証及び狩猟者記賞の交付を受ける必要がある。また、狩猟免許を取得してからの有効期間は誕生日ではなく、 一律9月15日を境にしたおおむね3年間。更新時には適正検査と講習を受ける。更新手数料は区分につき2800円。3区分を受験する場合は8400円かかる。複数の区分の資料免許を取得している者は、更新期間をどれか一つに合わせたの免許を繰り上げることが可能であるが、単一の資料免許の更新時期を繰り上げることは、 できない。狩料鳥獣として、鳥獣の保護及び管理並びに、狩料の適正化に関する法律施行規則別表題1に掲げる、鳥類28種、獣類20種が指定されている。ただし、政令及び環境省令により一時的に、または各都道府県条例または規則により、地域別に一部の狩料鳥獣に対する特定の、両方による、 捕獲禁止措置を取られ、年度及び地域により、差異があることが多いので、了機前の慎重な確認が必要である。狩猟期間は、狩猟を行っても良い期間である。狩猟期間は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律、第2条第5項により、原則として、北海道では9月15日から翌年4月15日まで、 それ以外の都府県では10月15日から翌年4月15日までと定められている。ただし現在は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第11条、第2項に基づく鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則第9条によって、北海道では10月1日から翌年1月31日まで、 それ以外の都府県では11月15日から2月15日までに短縮されている。また、都道府県規則によって、狩猟長寿及び両方並びに、包丁重量区等を限定した期間の延長または短縮が存在する場合がある。ありがとうございます。